どうも、占い師のゲッターズです。アシスタントの億万です。さあ、本日は大阪府40代前半女性ランプさん、ありがとうございまでごす。ざいます。こんにちは。気になる方がいます。はい。結婚相談所で知り合った方です。あら、いいですね。相談所内の掲示板で何度かメッセージのやり取りをして連絡先を交換しました。なかなか会うことができなかったのですが、たまたま一度会うことができました。はい。その時に付き合ってると思ったと言われたのですが、その後のやり取りがうまくいかなくて、相手の考えが分からなくて、何度もメッセージのやり取りをしている中で相手に対し少し気持ちが入ってしまっています。この方と今後どうなっていくのか教えてください。要は会ってないってことなの？あ、1回だけ会ったってことなんですね。これたまたまってどこなんですかね。その街でってこと？相談所ってそんな掲示板みたいに貼ってんの？ハローワーク的な？わかんないぞ、行ったことないぞ。行ったことないから、いっぺん行ってみようかな。いやいや、ダメでしょ。じゃあ、その、あれで、登録するんじゃなくて、場所に行って、見学という意味でね。ここですか？いっぺん。運気いい場所かどうかチェックしてみましたっあ、喜ぶ。結婚相談所も喜びますよ、それ。なんかシステムは絶対さ、掲示板って貼ってある？掲示板ってあれ貼ってあるんじゃなくて、ネットの掲示板。からん。いやいや、こんな旧式のやつやらないですよ。いる、いない。今日来てるやつ。寮じゃないんだから。いるってか、彼氏いるって。ああ、返すのセッサーみたいな。でも、そのサービス結構いいかもですね。逆に、今、この時代。これ。あ、なるほどね。あ、そうか、掲示板とか。当たり前じゃないですか。これなんか、当たり前。ハローワークみたいな。就職のさ、そんなはずない。顔が変わったら年収いくらない。いや、ないですよ、そんなに。でも個人情報ダダ漏れじゃないですか。そんなはずないでしょ。そっち？天然ですね。間違えた。どっちですか、計算ですか、どっちですか。時代がね。そっか、そういうことね。だからメッセージやり取りできる。そうですよ。だってもうこれでメッセージやり取りしててくっそめんどくさいですよ、もう。なんかもうパカッてパカッてやつにこう入れてくる。入ってるかな今日。今日まだ来てないみたいな。直接やり取りしたいわ、もう。でも思いがその分強くなるから意外といいかもしれない。そうか、そういうことか。はい。占いまして、はい、お二人の相性から、言いますと、結論から言います。はい。この方ではないです。そうですか。てかそもそもランプさんが結婚願望があるのとないのが混合しているので、問題は全てランプさんにあります。彼の方が真面目、ちょっと根がスケベなところありますけども、彼の難点はめめしいところ、ぐちぐちするところがあるので、恋うまくいかないとか、恋愛うまくいかない、あと真面目に考えすぎるところあるんですが、ランプさんの方が天邪鬼とマイペース度合いが半端なく高いので、どっか自由でいたい、あと我が強いところがあるので、そうだね、このタイプだとなかなか好かれにくいというか分かりにくいので、恋は分かりやすくしてくださいね。はい。駆け引きもいらないし、好きなら好き、好きじゃなかったら好きじゃないってことをはっきりしてないと恋は、男性はうまくいかないので。しかもランプさんの年上なので、彼からしてみたら多分ターゲットとしてはハマってないので、とっとと諦めて他の方を探してください。以上、ゲッターズでした。億万でした。